皆さんこんにちは、吉松いくみです。今回も始まりましたよ、いくみずボイスの時間です。いくみずボイスは文字通り様々なトピックをラジオ風に語るチャンネルです。料理をしながら、お掃除をしながら、運転しながら、何かねしながら、いくみずボイスを皆さんのお供にしていただけたら幸いです。さあ今回はペンネームさやかさんからのリクエストテーマでお届けします。いくみさんの本は穴が開くほど何度も読んだんですが、自分を好きになるためにやっていること、どうやったら自信が持てますか。おー、嬉しいですね。メッセージありがとうございます。ということで今回のテーマは、自分を好きになるためには、自分に自信を持つには、というテーマでお送りします。このテーマってね、ほとんどの人が一度は向き合うディープなテーマですよね。私もね、日頃から工夫しながらモチベーションを上げて、満足度の高い毎日を過ごすように心がけています。ということでね、今回は私が実践している4つの自信を持つために、自分を好きになるためにやっていることを紹介したいと思います。さあ早速、まずは1つ目、じゃじゃん、運動を良くするということです。ネガティブになってきたなとか、まあ、ネガティブにならないように運動を良くしています。これは科学的にも心理学的にも様々な研究で証明されていることらしいので、効果は適面です。例えばある実験で私が読んだのは、毎日20分早歩きをしているグループは、そうじゃないグループに比べて自信がアップして、さらにはね、ネガティブなことを考えることが少なくなって、楽観的な性格になったという研究結果があるそうですね。え、やっぱまあでもこんなね、研究がなくてもやっぱり運動した後って前向きな気分になるし、達成感や満足感に満たされて、その後のね、行動にも、その後の活動にもワクワクな気持ちで取り組めたりするので取り組めたりするので、私は朝一にランニングをやっています。まあ、筋トレもね、一緒にやってるんですけど、はい、運動を普段の生活に取り込むというのはとってもおすすめです。さあ次、2つ目、小さなやったーを増やす。これもね、ちょっと面白くて、毎日頑張ったら達成できそうな目標を掲げるんです。それでその目標がクリアできた達成感を味わうということをやっています。はい、ポイントは些細な目標を作るということ。決してね、大きな目標じゃなくて小さい目標でいいんです。例えばいつもより30分早く起きて朝活するとか、まあ朝一5キロ走るとか、何でもいいんですよ。はい、でもやっぱね、朝一5キロ走るって、この冬場に朝起きて外に出て走るって、やっぱり寒いし嫌じゃないですか。でも頑張ったらできる、できなくはない、そういう感じの目標を立てます。私の場合は寝る前に次の日のやることリストを作って、手帳に記入しておきます。そしてその目標ができたら、その設定の書いてあるところの横にペケマークをつける、そういうね、過程も大事なんじゃないかなと思っています。リストを作って目標設定をして、達成したら手帳に×印をつけるっていう風にすると、まあ目でもね、確認できるし、そういう作業をすることによって、より達成感だったり、前に進んでるなという感覚に余計なります。やっぱりね、達成感を味わうって自信につながるというか、自分を好きになる大事な感情の一つだと思うんです。なのでそれを日常的に自ら起こす、この方法は結構おすすめです。さあ次、3つ目、自分をいちいちちょいちょい褒めるということ。これはですね、アメリカに来て実践するようになったんですけど、アメリカってよく無駄にオーバーに褒められることが多いなって気づいたんですよ。こっちの人ってすんごい褒めてくるんですよね。
You're the best とか Amazing, Excellent, You're great みたいな感じで、もうすぐね、なんか君はもう最高だよみたいな感じで言ってくれるんですね。まあもうね、もちろん私もね、半分社交辞令だし、そういう文化っていうのは分かってるんですが、でもやっぱり、あ、嬉しいなって、なんかこう自分を認めてもらえた気がして、前向きな気持ちになるんですよね、毎回やっぱり褒めてもらうと。その文化というか、その気持ちを利用して、私は自分を自分で褒めています。日本人ってね、いい意味でも悪い意味でも真面目で自分に厳しいじゃないですか。でもね、自分ぐらいはさ、自分をこうちゃんと褒めてあげて、気分を上げていきましょう。結構ね、これ効果あるんですよ。さっきの3つ目のポイントとつながるんですが、自分の設定した目標を達成できたらすごく褒める。私は例えば朝早く起きて、眠い目をこすりながらランニングウェアに着替えて、バディを連れてって走ってる時はもう走りながらね、一人ブツブツ、あ、今日もちゃんとできた、すごいじゃん私って、なんかいくみさんすごいよみたいな。ちょっと変な人みたいだけどね、ブツブツ褒めています。言葉に出すっていうのもいいって聞くので、声に出して褒めるということをやっています。はい、そして最後4つ目、4つ目はもうシンプルに、他人とは比較しないこと。そうです、もう極論ね、人と比べたって何にも変わらないんでね。いつもね、こう大事な時に噛むんですよね。もう一回、極論、人と比べたってね、何にも変わりません。もううちはうち、よそはよその精神で、まあどうせ比べるんだったら過去の自分と比べましょうってことですよね。さあどうだったでしょうか。私が日頃気をつけていること、ちょっとまとめます。一つ目は運動を良くすること、二つ目は小さなやったを増やすこと、三つ目は自分をいちいち褒めること、四つ目は他人と比較しないこと。これ結構地味に見えるんですけど、やっていくとなんかこう自分が好きになるというか、自信につながっていくので、ぜひ実践してみてください。さあ皆さんが日頃自分を好きになるように、前向きになるように、自信が持てるように気をつけていることはありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは短いお時間でしたが、お付き合いいただきありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。あと皆さんからのテーマも随時募集しております。それでは皆さん、今日も笑顔あふれる一日をお過ごしください。 See you soon. Have a nice day. Bye bye.